ここまで動きのないオフも珍しいけど、実際来季の支配下枠は67でギリギリの状態。このままではステッド野手を補強しない選択もありそうな気がするんだよね。それはないと思うがな。カープの大きな弱点として長打力不足、得点力不足が挙げられるのは周知の事実だけど、助っ人野手を2名獲得した場合支配下枠は69となり、実質育成選手は1年間昇格なしと言われるようなもの。そんなことはしないと思うから、新戦力はドラフト5名のみとなる可能性もありそう。期待値の高い選手が多いしな、チャンスが多くなること自体は楽しみじゃ。そしてカープファンは盛り上がっている FE 補強への参戦、大山選手や佐野選手など魅力的な選手の獲得に動いてほしいという声が大きくなってる。ただ獲得に動くとしても支配下枠の関係で動きづらいのもあるね。外国人ナチャを引くより育成にシフトし、既存の戦力で戦うのも面白いと考えるか、編成の見積もりの甘さと考えるか、人によって意見も分かれると思うけど、秋季キャンプも始まるし、もう来季はスタートしてる。厳しい意見が多くなってるのも事実だけど、選手たちの来季に向けた意識の高さは伝わってくるし、ファンとしても来季に向けて全力で応援する方向にシフトしていきたいかな。ということで、2025年シーズンは助っ人なしでした。